どうも、お酒はたちなでかまさやんです。こんばんは。今日は2022年の1月の2日、お正月でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、芋焼酎、お湯割り飲んでおります。今日は、やっぱね、箱根駅伝ですよ。見まして、青学、往路優勝、おめでとうございます。強かった。お昼からはお宮参りしてね、夕方は、まあ、ズームで、妹、まあ、甥っ子、姪っ子とワイワイガヤガヤやりました。です、まあ、それ以外はね、大三国志国尾くん、ま、動画編集とそればっかりでした。はい、とは言っても明日までです。正月休み、ね、1月4日から仕事です。よろしくお願いします。ということで大三国志行きたいんですけどね、昨日の初夢ならぬ悪夢の、まあ、ガチャ、はい、ありがとうございました。結構ね、5、60連して、星5一体っていうのはね、稀ではないんです。あるあるなんですよ。新春一発目ですからね、今年を占うっていうところでございますから、もうちょっとね、もうちょっとどうにかしてほしいなって思うところではございます。はい、ということでね、今日はちょっと気分を変えて、画面がね、ちょっとごめんなさい、チカチカしてるんですよ。これね、改善しないんで、ちょっとお見苦しい点があるかもしれません。ご了承ください。ちょっと、スッキリする動画にしようと思いまして、今日は、俺の長所、これが老獪というものじゃ、ということでね。俺の各章以来、俺のシリーズ、まあ、俺のシリーズ、シリーズ化してないけど、まあ、俺の各章ということで、ね、違う、俺の長所ということで、今回はね、まあ、長所帯、がっつり説明していきたいと思います。はい。で、まあ、長所ですね。長所は、まあ、今私の興奮。今回はね、いろいろお試しというか、やりたいようにやっておりますけども、まあ、長所、両方、ね、順位区でやっております。で、この長所帯をね、私の動画見てくださる方はご存知だと思うんですけども、濃いめのハイボールさん式のね、第一級、両方、長所。こちらちょっとご紹介させてもらったんですけど、まあ、どうしてもね、私これからまあ集大めちゃめちゃ増えるだろうと、まあ、候補数もまだ残るだろうということで、まあ、類日舞台をね、もうどうにかぼこしたいということで、私たち考えてきて、今回順位両門長所やっております。でね、舞台は新兵対象隊です。まあやりきる先行でぶちのめすというところでございます。で、細かいコンセプトとして、まず長所ですね、ネックですけど長所です。神秘対象をつけてます。で、このね、戦法ね、こちらまず通常行為させないということで、まあ、これがね、類似とかこういうの発動させないということで、まあ、これが強い。そして、物理系ダメージが 20% 減少と書いてあるんですけど、これレベル10ですよね。これは地役影響なんですけど、今 42% ぐらいカットしてくれます。しかもこれね、スタックするんですよ。1回スタック2ターン継続なので、84% カットしてくれますね。2回発動する。これが強い。物理系のね、ダメージをめちゃめちゃ減らしてくれるということ。そして、さらには、次回2回の策略系攻撃で与えるダメージが 30% 上昇、地役影響。これね、79% で出てくるんですよ、今。現時点で 79% アップということで、非常にダメージも稼ぎやすいということでございます。ネックはね、もちろん手動戦法というところですね。手動戦法というところでございます。まあ、発動率高いので、なんとか前半に発動してくれて、やっちゃおうというところでございます。はい。まあ、類日の、まあ、集大とか、コースとか、まあ、そういった部隊をまあターゲットにしてるんですけども、まあね、なかなか半径とか入ってないですよ。でも最近魚とか入れてる人いるけど、韓国。あと、妖術とか三軍とか、あとは、李兵とか、そういうの入ってますけどね。はい、まあ、半径とか稀なんで、なんとか前半に発動してほしいというところでございます。そして、リョモウ先生。リョモウ先生はもうね、もうアタッカーです。完全に。ここね、半径入れるのがテンプレだと思うんですけども、もう尖っていこうということで、はい、
相手のその主導戦法、さっき言ったような主導戦法ぐらいでしょ。で前半そんなダメ出ないんで、中隊も後半型なんで、もう東高建築バチコリ落とすと、あと白衣とコートでというところでございます。そして最後中育先輩でございます。はい、これがまあマジ強いっすよ、ね、これがマジ強い ね最強ですよ今中育最強でしょ。準備ターンなしでこのダメージが出て、さらに2ターン回復させないっていうのはめちゃめちゃ強いですよ、ね。ネックは、まあ、30% という、ね、発動確率なんですけども、まあ、今回コインつけて発動確率上げて、まあ、宝物とかでもね、ありますから。で、ここ風勢と10面なんですけど、まあ、終防とか、瞬発力のあるね、まあ、抜防とかでもいいのかな。3ターン内に発動してほしいなってことで、まあ、40%、どちらも 40% とね、高回転なので、はい。まあ、これでやっちゃおうと。いうとこでございます。で、どうだったかっていうのね、今まだちょっと乾燥してないです。レベル47でございます。韓国、めちゃめちゃ強いんですけども、今回はね、すっきりしたいので、勝ち戦歴だけご紹介させていただきます。申し訳ない。はい、勝率はでもね、50以上余裕であると思います。ちなみに、長将の使用率というと、私以外見ないっす。はい、味方も敵も誰も使ってません。誰も使ってない。よろしくお願いします。いいじゃないですか、それ。俺の長所、いかがでしょう。初戦、メジャーリーガーとの対戦です。大谷翔平来ました。二刀流、今年ね、めちゃめちゃ活躍しましたね。去年か。今年もね、期待したいんですけど、大谷翔平選手と激突ということで、余裕っす。エミラフ余裕っす。ありがとうございます。いかがでした。韓国軍はね、孫昌子めちゃくちゃ使ってます。孫昌子めちゃめちゃ多い。孫昌子盗賊めちゃめちゃいます。余裕っす。はい、余裕っす。ありがとうございます。2万2000の相手3万ですから。余裕っす。はい、来ました。銀兵、ルービー、出ました。これね、類似ですよ。こいつ、類似です。類似です。ゲンガ、余裕っす。はい、これも、余裕っす。ありがとうございます。ああ、余裕っす。また盗賊。最初に盗賊少ないって言ってたんですけど、最初の方でね、盗賊めちゃくちゃいます。めちゃくちゃ増えました、盗賊。弓旅粉とかね、銀兵とかね、脆いっすから。まあね、前半、孫権パイセンが回ったら、もちろんね、ちょっと苦しいところはあるんですけど、余裕っす。ありがとうございます。わー、出ました。出ました、出ました。集大。これはね、まあ、兵数優位ではございますが、ただ、集大、ほんとね、油断ならんのんですよ。2万弱とかでも、2万5千ぐらいまであっても、全然、ね、全然落とせないし、削れないし、逆にね、ボコボコにダメージ受けちゃうっていうことは、多々あります。これを、まあ、しっかりと削っていく。要は、刈り取りとしてもね、すごい機能してくれる。最高っす。です。ああ、あざす、あざす。あざす、しっかりと刈り取りました。あざす、集大です。てか、集大めちゃ多いです。もう候補数ね、少ない、韓国。てか海外勢。候補数、本営大きいのがちょっといるくらいで、前衛の類似とか、ほぼいないんじゃないですか。あざす。ああ、あざす。あざす、盗賊に強えな、これ。あざ。あーです、出ました、コースいましたね、コース。あーです、はい、余裕です、まあ、ちょっと兵数優位ではありますけど、これぐらい3だったらね、まあ全然いいっすよ、余裕っすよ、勝ちでいいでしょ。あーです、あーです、あたしってどんだけおるのしゅ、多すぎへん。あーです、打ち勝ってます。はい、ありがとうございます。もうね、馬長台も余裕っす。まあちょっとね、両方のね、白衣渡航が、義援多いんですよ。白衣渡航が、まあ、馬長にかかるかからないかで、ちょっとね、こっちの火だめ全然違うんですし。あと、まあ長所がさっき言ったように、ポポンって1、2ターンとか2、3ターンに発動してくれたら、80% カットしてくれるんで、まあ、その間に殴って、まあ3、4ターン内には落とせるという感じですね。さあ、
すっげえ多いよな。です。ああ、です。集大、これはね、フルマンタンですよ、向こう。集大フルレッド、白露出た。関係ないっす。余裕っす。ジュエクパイセンいたらもう、白露なんてもう、意味ないっす。です。ああ、です。ちょっとギリギリだろ、これ。環球、これ大環球みたいな。ああ。はい。です。超かっこいい。ああ、ゲンアです。ちょっと食らっちゃってますけど。これ多分ね、まあ、少々やられてます。やられてます。が、しっかりと、まあ、前半で東方賢者とね、悪意渡航だけでもね、落ちるから。下手したら、ヨモパイセンだけでも、十分っす。です。あー出ました、フルマンタン、フルレッド出た、またフルレッド、フルレッド集大出ました、あざーす、あざーす、落としてます、長距離落としてますね、あざーす、強くない、長所パイセン強いっすよ、パイセンとか師匠ですよ、長所師匠沖縄ですよ、沖縄、これが老怪というもの、これルノーニケンシンで言ってる、沖縄鬼屋番手元、あーだす。どんだけ集大、しかし、あざーす。あー、酒うまい。あざーす、あざーす。多少兵数、兵数優位ですけどね。あざーす。あー、出た、また損傷。あざーす。あざーす。はい、出ました、これ、食器だ。あざーす。食器までも十分。いける。でもあんまりね、序章のね、ノーマル食器みたいないんですよ。この長州型多いですね。これです。あ、出た、また。また損傷庫出た。あざす。多いな、損傷庫。マジで多い。あざーす、あざす、あざす。はい。ということでね。いいでしょう。まあ、負けてる戦歴もたくさんあるんですけど。いや、やってくれてるよ、結構。皆さん、長所当たって使えねえとかね。なんか、分析だとか言ってる人いますけど、長所師匠をね、沖縄をね、舐めちゃいけません。やばいんですよ。ということで、皆さんぜひ、興味あったら使ってみてください。使わんだろうな、みんな。はい。最後に、おまけというか、またね、今度、詳しくね、戦力紹介したいんですけど、私、軍拡使いたくて、軍拡をね。で、今ね、いろいろ自分なりにちょっとまたね、俺の核、各所で、俺の核、軍拡、考えています。で、これはね、ちなみに今回、会心の戦歴あったので、これが第三国志というのをお見せしたいんですけど、これが、カンネ、リョモ、シュウタイですね、相手が。で、カンネがフルレッド。ヨモとシュウタイが赤4つでカンストですね、止水管接撃関係動向の対象新兵です。で見てください、伝説3つ持ち、どれかが確かにかなり高い、もうちょっとで赤くなりそうな武器、宝物が肝臓のマックス数値が出たら赤くなるらしいんです。それに近い値が出てたりして相当ベースも高いです、高いやつ来てが、しかし、これを、あるバチコリやっていく。しかもレベル40、41、42。軍拡、大王、孫権。最高っす。これなんですよ。こういうことがあるからやめられない、第三国志はね。まだちょっとね、いろいろ戦法とかいろいろ考えたりしてるんですけど、やっぱ大王結構増えてきましたね。まあ、大王のポテンシャルめちゃめちゃ高いって言われてまして、まあ、長寧大王曹操とか、有名ですけど、大王を使ってやっていきたいと思います。もう一個、最高っす。銀兵ありがて、銀兵ね、昔から核に弱いんですよ。まあ、孫将校もいるしね、そういう盗賊系もなんとかやっちゃいたいところでございます。はい、ということで今日はね、まあ、勝ち戦歴だけ、昨日、ね、ちょっと悪夢だったんで、悪夢、ガチャでございました。今日は、ね、気持ちよく、まあ、新年ですから、はい、喋りたいなと思いまして、こういうのを作りました。はい、ぜひ長所使
ってみてください。長所を広めたい。お酒は私だと思います。